どうもどうもケンピです。はい、ということで、はい、前回に、引き続き今回、はい、謎解きにチャレンジしていただきたいと思います。さあ、お疲れ様です。先ほどまでお二人はなんと手錠につながれ、後輩に、まあ、ちょっとね、拘束されてと。まあ、余裕っすね。もうさっきのぶっちゃけもう余裕っす。あ、なるほどね。30分丸々使ったわけなんですけどね、さっきもギリギリまで粘ってましたね。はい、では、今回はですね、はい、こうちゃんの鍵をどこかに隠しましたので、はい、そちらを制限時間20分以内に見つけてもらおうと思います、はい、見つからなかったらお家に帰れません。もうこうちゃんも今日は終わりです。困るしかないね。いや、俺は別に悪くないよ。一人だよ、一人。一人も悪くねえな。確かに広い部屋です。王様キープになれる。はい、ということなんで、ちょっと20分でね、なんとか頑張ってください、はい、では私は見守っておりますので、まずは目の前にあるこちらの紙をめくってもらって、はい、まあ、マジックもあるので、ぜひこちらを解いてください、はい、ではゲーム開始の合図と共にめくってください。はい、はい、では心の準備はよろしいでしょうか。はい、では謎解きゲーム、ゲームスタートです。そこスピーディーだね。4分の4、4分の1、4分の3、これは4分の2が欠けてみたよ。うわ、待って、これもしかしたら日本の都道府県かな。やべえ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 よ。都道府県の4分の4。わかるかな、これ。あ、これなんだっけな、これなんか青森っぽいな。自由に歩き回っていただいて大丈夫です。なるほど。じゃあ別にこれ、あの、見なくていいところで。でもこれ何かしらのヒントだよね。私予想だと、都道府県の名前の多分、例えば、4文字中の4文字目とか。あ、なるほど。なのかな、これ青森かな。一回書いてみる、青森。まあ、まあ、とりあえず、青森り。青森じゃないんだよな。それは絶対ない。沖縄。沖縄もないもん。沖縄もっと点々になってる。錦糸町は県じゃない。いや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 、もう終わんない。終わんない。探索してほしい。でもこれってヒントあります。新潟かな。これ佐渡島？新潟。気になれば歩き回ってもらっても大丈夫です。ちょっと一回なんかヒント探してみようか。それ石川だったらリーガ。でもリーなんとか。あ、正解地図ある。世界じゃない、日本だって。日本ですね。ちょっと待って、でこれ、あ、これ青森じゃなかったわ。はい、どれだ。ちょっと一回もう。お願いします。もうこうやって映すわ。取る側に回ってしまったぽーちゃん。新潟は合ってます。がは合ってます。で、これがこれ青森じゃなくて似てるわ、青森と。これ細長いやつは、あ、石川県合ってるわ。ブームさんすごいな、もう無双してる。ぽーちゃん見守ってます。いや、俺あのカメラマンなんで。そう、ちょっと仕事放棄しないで。1個目どう。金塩だよ、金塩。それはないわ。錦糸町が大好きなんですよ、なんかぽーちゃんが。俺はこういう、図面を探すのが得意かもしれない。得意なんだ。長崎。違う。長崎全然違くない。なるほど。なるほどじゃないよ。山梨。違う。山梨。ちょっと見てください、この左側ちょっとなんかちょんって一本伸びてる。富山です。それもちょっと違うな。待って、こんなに苦戦する都道府県で。なるほどね。静岡じゃない。静岡だよ。絵画。そういう日本語あるの。絵画ある。絵画って何。絵のこと。あ、絵の絵、ここや。1、2、3。うわ、怖い。1、2、3。このおー、ここにヒントが。よし、大事かも。ったとりあえず一回また戻りますか。くの中解けるかな。あ、なんか日本語の問題です。これはもう、あ、これここで解く問題だわ。あ、そう、グランプリじゃん。あ、なるほど。グランプリで、これがしゃくり。シャクリ、どこら辺がシャクリですか。
違う、イラストここヒントシャックルじゃん。どこが、どこら辺が、どうしてシャックルして、お父さんの方がちょっと心配してる、大丈夫かなって。シャクリ、シャクリしてなくなくない？これシャクリしてますか？シャクリしてる。こんなシャクリしてないよ。シャクリこれはシランプリかな？シランプリ、あ、シランプリ。シラン、シランプラン。ランプの中見ろ。あ、なるほど。めっちゃ嬉しそう。いや、最後のところだけ、美味しいところだけ。1、2、3。待って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 。カメラが回って。もう遅いね。遅いね。ちょっとあのカメラは連携が取れてないですね。ランプの中見ろでしょ。中を見ろ。あの、ここから行く発想は、俺さっきちょっとあの一回あのコード、あ、開けたわ。なんでその細い管の中から、あの、ごめんなさいごめんなさい。なんか見えます？何も見えない。おおおおおお、何これ？これはただのゴミなのでは？それはゴミです。びっくりした。それじゃないです。これランプじゃない？それはランプです。じゃあランプの中見ろって言うたんやけど。うん、ちょ臭いな、このランプが。ランプの中を見ろ。ランプの中を見ろ。グランプリ、ランプ、ランプの中。ちょっと待って、違うランプあるってことだよ。ど、合ってます。違うランプ。ほら、そういうことだよ。カメラ、そのランプで合ってますの合ってますです。ちゃんと中を見るってことは見れる場所もっとあると思うんです。蓋を開けたんだから見れる場所って。あ、ここや。なるほど。お、鍵が、鍵あるってことはもうあの宝箱やで。ちょっと待って、じゃあ持っていきましょう。お、これをちょっと、はい。ここで開けるんだから。じゃあこれを、この宝箱を開けましょうか。お、じゃあ次の謎です。す、割るものイコール腰かけるもの、これのすべてをめくれ。これのすべてをめくる、これのすべてをめくる。これ、これ、これ、あ、これ、ワンちゃんこれのことかもしれないよ。ティッシュのこと？意味なくティッシュを置かないから。なるほど。ティッシュは緩衝材なので関係ないです。全部的外れじゃん。これのすべてをめくれ、解くってことなのかな。まず、す、物腰、物出たよ、うん、我々が一番苦手とする数学。あ、これ数学なんだ。数式じゃん。数式なんだ。苦手な数字が出てきました。数字というか規則演算で出てきたような記号ですね。これを、これだけで解けないよね多分。うん、いや多分これだよ、これだよ。文字をめくってみれば。どうやって？文字をめくるってどういうことだよ。違う違う、だからそっちが質問したじゃん、うん、待って待って、あそこにはさ、まだなんかあるじゃん。3冊の本が置いてあった。なるほど、本をめくれってことか。そういうことだよ。ちょっととりあえず、やば、これ無理だよ。重っ、うん、すものリコール腰かけるもの、一回これ、あ、無理や、すごい、こんなのあんの。パスワードちゃんと解けないと。さあ、でもまだパスワードが分かってないので飽きられないですね。こちらの、ね、本の中ですね。ただの、なんだろう、うん、そんな風に、そんな風にこれをより本っぽく、あの、見せるためにこの2つの本があるから。すごい制作者目線なんですが、なぜでしょう。10分経過、10分経過、残り10分です。もうラストだから。でも、もうこれだよね、多分もうこれだよね。す、うん、す、もの、す、これなんて言うか、割るじゃない、割る、す、割る、もの、イコール腰かけるもの、少し、もの、もの。すごいいい線まで出たんだけどな。す、数字が入るのかな。いや、ちょっと数字多分関係ないよ。いい顔してますね、こうちゃん。確かに3つよ、もの2つあってさ、うん、す、もの、腰のこの、3つの暗号みたいなやつが、すごい難しい方に考えちゃってるけど、本当に単純な問題です。皆さんは分かりましたか？うん、ちょっと、1、2、4、ちょうどいいわ、うん、1、2、4。待って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 、今何もかもちょっとおかしい。とりあえず、いや、試して、だってあと10分しかない。あ、まあ、試す
けど、確かに家に帰れるかどうかがねかかってるんでね、はい、で全てめぐってでも全部逆でことか421ってことだよ。もうついていけない、もうついていけないんだけど、開けねえ、開けねえよ全然。どうやら数字は関係ないみたいです。ほら関係ないって言うたんよ俺。いや言ってないし、まあ、数字関係ないので単純に考えてみてください。さっき結構惜しいことを言ってました。ちょっと惜しい、惜しいところまで行ったのか。少しモノモノ これでこと。ああ座れるもの、腰掛けるもの。これは座れるもの。座れるものはソファーちゅうことや。椅子ソファ腰掛けるもので何。腰掛けるものも椅子かソファー。待って。じゃあってことは、あ、すべてめくれてこういうことか。あ、下、下書いてるよ。下だね。これすべてをめくれ、上。下上。あそこも。ちょっとすべてめくってみよう。以上。下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 。しかもここになんか書いてるよ。ヒント一つ入ってる。組み立てろ。最後の鍵をこれで。なるじゃん。余裕や。下、え、黒は。待って。あと二つ残ってるよ。いや、それはもう見なくていい。何も入ってないから。入ってた。いや、ヒントはあるよ。組み立てろってことだよ。なるほど。しかも色も違うから。ストリートファイターのコマンドみたいなね。上上下下。どういうことだ。赤が先やから赤は下上下上、黒は上、黒も下と上があるよ。順番ちゅうことやで。残り5分、まだ15分経過、15分経過、残り5分です。実際に動かしてみてもいいかもしれません。動かす何を動かすんだっけ。国でもこれ…あ、それ動かしてて大丈夫です、好きに。でもどの色も上と下があるんだよね。あ、待って、ん待ってさ、なんか貼ってないテープが。なあ、本当だ。これもし全部…あー、なるほど。こうやって組み立てるちゅうことか。赤の下は下、これ上上から。よしよしよし、すごい。ぽーちゃん気づいた。そういうこと。これ上でしょ、これ下でしょ。なんでそうなるねん。そういうことなのかな。そういうことです。そういうことなのかな。そういうことです。組み立てるともうこんな物理的な感じはちょっといいんですよ。あの、ごめんなさい、バラバラなんですけど。いや、あの、全部あの置いてから考えましょう。あ、じゃあ上と下がわからないって本当だ。本当だじゃねえ。あ、これだよ、これだよ。多分数字は出来上がると思う。数字あんの。いや、まあ、待って、こっち9、2動け。残り3分です。残り3分です。これ9だよね、2だよね。で、こっちが数字ちゃうね。あの、ごめんなさい、向き。向きか。何回このくだりやるんでしょうか。9、2、1だ。9、2、1、9、2、1、3桁じゃん。余裕。921。おお、おお、はい、ということで出してもおめでとうございます。やった、おめでとうございます。はい、ということで、なんとか2時間内に鍵を見つけ出すことができたということで、おめでとうございます。いいでしたね。まあ、そうですね、まあ、次はもうちょっと難しいやつを考えようかな。そうですね、これはもう限界よ。まだ余裕ですよ。そうですか。そうそうそう、50音表でね、なかなか、まあ、50音と数字がなければまあいきますから、ね、そういうのいっぱい出してほしいです。ああいうのね。そう上下とか その並び替えもめちゃくちゃ下手くそだったけど、あれはぶっちゃけ言うと時間あれば全然並べるから。全然が悪い。はい、ということで、でもね、時間内に、はい、後半の方はもうバッチリクリアしていただいた。はい、いや、2分ぐらい残ってた。はい、余裕です。余裕でしたね。そうですね。いや、もう楽しかったです。ありがとうございます。ね、はい、きっと例えば日本ならではのものだったり、いろいろ出てきたので、結構馴染みのないものがいろいろ
あったかなって思うんですけど。いやもう全部全然楽しいです。慣れてます慣れてます。慣れてるんです。心が日本人なんで。それ絶対ないから。こけしとかね。こけしね、こけしでもこけし割と分かりますよ。あ、分かりました。こいつが知ってないだけで。あれもあの俺のね、あの写しがないとお前は一生解けないじゃん。そうだね。もう奇跡的に見えてなかったからね、こけしが。そうなんです、あのこうちゃんからしか見えないようにとは設置してありました。はい、なので情報共有じゃないと解けないって。あとはもうこうちゃんのあの絵はだいぶそう助かってます。ファインプレイだったね。ナイスナイでございました。はい、っていうような感じなものが謎解きでございます。はい、いやこれ本当に楽しいです。めちゃくちゃ良かったです。またぜひ、じゃあまた待ってるんでよければ。いやもうまた遊びたい。また遊びたいです。いつでも家族だからもう。お前がちょっとなんか何ですか、関係なくないですか。いや関係ある、同じ事務所だし、まあ、まあ同じ事務所だし家族になったらしいです。そうですか、そうですか、大丈夫ですか。はい、はい、ということで、まあ、よければぜひあのチャンネルの方の宣伝。はいはい、はいはい、私とある中国人のムエミというチャンネルをやっておりますので、うん、ぜひねあのチャンネル登録よかったらしてください。はい、はい、僕は、皆さんおなじみのシャイニーチャイチャンネル。なんで知ってる前提で宣伝。知らないやつ見ないから。知らないやつこっち見ないから。そう、そんなこと聞いてないんですよね。はい、はい、こんな感じで良ければこのお二人のチャンネルにも遊びに来てください。はい、ということで、今回の夏解き動画はこれにて終わろうと思います。またです。バイバーイ。バイバイ。楽しかった。